豊臣秀吉の右手には、指が6本あった。日本で初めて新婚旅行に行ったのは、坂本龍馬。夏目漱石は、飼っていた猫に名前を付けず、猫と呼んでいた。宮本武蔵は、風呂に入らなかったため、体臭がひどかった。ピカソは、名前が長すぎて、ピカソ自身もフルネームを覚えていない。アインシュタインの脳は、一般人の脳よりも小さい。エジソンは、モールス信号でプロポーズした。ニュートンは、生涯童貞を貫いた。ギロチンの歯を改良したルイ16世は、そのギロチンで処刑された。キューバ革命の指導者カストロ議長は、暗殺されそうになった回数が638回でギネス記録に載った。ヘレン・ケラーは、嗅覚や触覚だけで人を判別できた。ベートーベンは、人生で約80回引っ越ししている。太宰治は、芥川賞が欲しすぎて長さ4メートルの手紙を書いた。